つまりだ、僕が言いたいのは従来の哲学は言語の誤解の副産物に過ぎないと言いたいんだ。え、でも人と話す分には何の問題もないんじゃないですか。無論、学問として成立するようなものではないということだ。人と人とが話し合うほどならば問題するほどでもない。ナンセンスだが。世界は我を思うゆえに我あり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 。存在している。世界は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 存在している。僕にはどれだけのことを語り得るのか、今日ここで示そうと。え、なんでですか。語り得ることの限界を示し、語り得ないものを浮き彫りにするためだ。では、語り得ぬもの、それが従来の哲学なんだと。その通り。思考の限界、つまり言語の限界を語っていきたい。言いたいことはわかるだろう。我々の見えているものは全て事実だ。事実の他に何があるのか。物って何ですか。物、それは対象とも言い換えられる。物が集まっただけではそれらの性質、または物と物との関係がわからない。わからないままでは世界に見出すことは不可能だろう。はあ、これをどう言い表す。先生がリンゴを持っているです。さよう。これが事実。世界はこうした事実の集まりなんだ。論理空間。そう、論理空間。なんだよそれ。諸事態の相対、あるいはある事態が現実に起こるかどうか、その論理的な可能性の相対のことを論理空間というんだ。難しいな。もっとわかりやすく教えてくれよ。そうだな。例えるなら、頂上の見えざる巨大な本棚が無限に並べられたような空間という感じだろうか。ほう。じゃあどうやったら目に見えるんだよ。空間そのものは見えないな。言うなら、僕らは世界という名の本棚に並べられた本のみを見ることができるかな。あと、僕らにはそこで新しい本を執筆することもできる。ならさ、空間全体の本棚ってどうすれば見れんの？本を書き続ける。そうすればやがて世界の本棚は拡大し、見えざる本棚にたどり着くかもな。へえ、画期的な考え方だな。そう、僕らは世界を俯瞰する。論理空間という次元を隔ててね。
素自体を構築する諸対象は、いわば鎖の輪に巻かれるほどの強い引力がお互いに生じている。誰かこのリンゴに縫合手術を、誰かこのリンゴに縫合手術を。リンゴが死にそうなんです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 。誰かこのリンゴに縫合手術を。リンゴが死にそうなんです。リンゴが死にそうなんです。いかなる対象も特定の事態の中に特定の配列の仕方で並ぶことは予定されている。ということは、リンゴが縫合手術を受けるなどという事態は生じないというわけですね。赤ちゃんが最初に見るのはお母さんじゃなく、お母さんが笑顔で赤ちゃんを覗いているという事態、こんな感じ。あ、一理ある例えだと思う。ただし、だ。そのような事態が世界の在り方の一つとして構成されるかどうか、これについては空間の中で確定されない。それは我々が定める。空間の諸事態を輪郭づける現実の模型、つまり像ってのはこの積み木もそうなの。君がそう思えばそうだな。ほら、あの建物を像と見立てる。なんかよりも僕らは日常的に表現力の高い像を使っているんだよ。それはなんだよ。命題だよ。あらゆる像は事態に対応する。言い換えれば、諸要素は諸対象に対応する。僕たちは像を作り上げる。そして作り上げた像は空間の中の事態に対応するということですね。その通り。像が現実を正しく、あるいは誤って映し取る。これを僕は写像形式と呼んでいる。スケッチブックに描かれたリンゴは像で、手に持っているリンゴは事態ってことか。その通り。
世界はこうした関係でありとあらゆる事柄が成立している。諸要素が複数の像に現れる可能性は、諸対象が空間内の事態に現れる可能性と一致している。これが写像形式か。世界はこうした関係で成り立っている。しかし今僕が行っている動作は厳密に言うと異なる。え？どうしてですか？写像形式のいい例ではないでしょうか？いや、像は自分自身の写像形式を写し取ることはできない。ただし、示すことはできる。ああ、俺はわからない。僕も無理だ。こうやって示すことはできる。あ、そうか。ある現実とある像が対応しているという現実を写し取る。さらに別の像を作らないわけにはいかない状態になってるってことか。その通り。今この瞬間僕を写し取る像が必要になって、以下キリがないというわけだ。像を作り上げること、これを僕は思考と呼んでいる。像を作り上げることが直接思考と呼べるんですか？当たり前だろ。成立している、あるいはしていない事態を像で作り上げることは思考することのほかに考えられない。その通り。逆に思考できないものは像として輪郭付けられないもの、つまり語り得ないことを意味する。思考の限界が語り得ることの限界に直結し、語り得ないものは思考の限界を超えていると。ご名答。語り得ないもの、像としてこしらえられないもの、それは非論理的なことだ。ここにはない。必然的に特定の事態を表現する像、命題。命題と世界は遮影関係にある。遮影、いわばそれは映写機から映し出される光。遮影的性質、つまり遮影するものとされるものが普遍の関係にあるという性質。命題と世界を隔てる絶対的な性質。世界の影、ないしは諸事態の総体としての影。我々は影を記号としながら日々を歩んでいる。すべては論理のもとに。一般的に我々が目の当たりにする状況を命題にするとき、その命題は複合命題に違いない。では要素命題って何ですか？それは答えられない。我々がアプリオリに定めることはできない。しかし概念は要請されなくてはならないというと？すでに解説は済んでいる。なるほど。語りうることの限界を引くためですね。我々が完全に分析された命題、すなわち要素命題に到達したとき、世界は完全に記述されたことになる。それは哲学という病から解放されたことも意味する。
男がいるか。僕が提唱する哲学、それは不明瞭な思考及び諸命題を明晰化する活動そのものだ。哲学は学説ではない。従来の哲学の中で得たあらゆる問いとそれに対する回答、これらも明晰化する必要がありますね。さよう。そのための哲学としても成立する。ん？じゃあ語りうる限界、つまり要素命題にたどり着いたとき、先生の哲学もかつての哲学と同時になくなるんじゃ。そのとき人類は哲学という学問を自ら放棄するだろう。語りうるものを明晰に描写し、語りえぬものを指し示す。これが哲学だ。操作、それは命題同士をつなげる論理抵抗を指す。かつ、またはならばではない。命題と命題の間に置くことでまた新たな命題ができるというわけだ。また操作された命題を逆にたどることで要素命題に近い命題に到達すると言えよう。さて、ここまで到達したが、語り得ぬものについてもうすでに脳裏に浮かんでいるんじゃないだろうか。僕らは論理的に事実を命題記号で表現できます。すべては論理のもとに。では語り得ぬもの、それは世界です。世界の存在は常に諸命題を構成する上で前提としているからです。そうだ、従来の哲学はこれを必死に答えようとしてきた。人は世界の存在については答えられない。しかし世界のあり方については答えることができる。あ、待ってください。なんだ？世界は他ならぬこの俺が見ている世界であり、世界の可能性とは他ならぬこの俺が思考する可能性ということになりませんか？いや、それは違うな。いやさっきまでの説明だと我々っていうのは私にも該当するわけじゃないか。君も独画論者はなり損ないか。語り得ぬものは世界だけじゃない。それは語り得ぬものは私という形状学的主体、あるいは哲学的自我もそうなんだ。僕らは僕らそれ自体を語ることはできないだろう。いや、それはこう言い換えられる。私の外見や内面については語ることができる。だがそうした私の外見や内面を見つめている私自身については語ることができない。世界と性は一つである。つまり世界には無数の私がいる。その中でたった一人の私に世界が開いているということなんて明かし立てようがないっていうこと。
君はそれを証明できると思うか？いや、それは同様に絶対的価値や倫理についても言語の外にあるということを自ずと理解することになるだろう。世界があるということは超越論的である。世界があるというのは我々には語り得ないことである。故に世界があるということは神秘なのである。我々はそれを暗黙に前提として受け止め、沈黙のうちに生きることで受け入れなくてはならないんだ。美しいものを美しいそのものとして心に受け止めるようにね。語り得ること以外は何も語らないこと、それはすでにある署名台を明晰化すること。僕らは活動しなければならない。形而上学的問題が消滅したとき哲学も消滅する。すべてが終わる。そのとき僕らは登り切ったはしごを投げ捨てるだろう。